アブデュール・アズイズ。文久拳王施設官邦医、高島助広が。一行は遠途中に、オスマン帝国領をエジプトに寄港したアブデュール・アズイズは、オスマン帝国の第32代皇帝。第30代皇帝マフムと2世の子で、第31代皇帝アブデュール・メジト1世の弟。子に、アブデュール・メジト2世。 アブデュルアズイズは1830年に、マフムト2世とコーカサス出身のペルテブにある、スルタンとの間に生まれた。マフムト2世の時代にすでに巫女を遊兵する黄金の、トコ制度は廃止されていたため、アブデュルアズイズは自由に生活をしており、フランス語を勉強するなどして過ごしていた。パリ万国博覧会に出席するためパリを訪問する、アブデュルアズイズ1861年。 兄のアブデュール・メッジと一世の後を継いで即位する。1867年には、パリで開催中だった、万国博覧会の視察を目的に、オスマン帝国の皇帝としては、史上初となる、西欧諸国歴法を行った。この時イギリスのビクトリア女王やフランスのナポレオン三世と、面会してきいる。この時、ビクトリア女王から、ガーター勲章を受章した。 その折に、列強の持つ、装甲艦に魅了された、彼は、後に、海軍力の増強に力を入れたため、この時期のオスマン帝国海軍は、軍艦の保有数だけでは、世界有数となった。また、パリ、ロンドン、ウィーンなどの博物館も視察し、帰国後に、イスタンブール考古学博物館を設立した。1869年には今度は、 ナポレオン三世の皇后のウジェニーが訪問してきており、イギリス皇太子のエドワード王子もイスタンブールに二度訪問している。この時代、兄の時代から始まっていた近代化政策も引き継いでおり、1863年にはオスマン帝国で初めて切手が発行され、報道とジャーナリズムに対する規則を設け、オスマン帝国中央銀行の再編、 オスマン帝国証券所の設置、新たな行政区画、地方議会の設置、裁判所の設置、国務員の設置、メジェッレという16項目1851項目で構成された民法典の制定、宗教や民族に関係なく、オスマン帝国の市民権を得られる、国籍法の制定、消防署の設置、などをした。教育面では、初めての近代的な大学、 工業学校、フランス語教育と高等教育を行う、ガラタサライ学校の女性教師を育成する学校、鉱山学校を開校した。1869年には、公教育法を制定し、全土に、初等中等の学校が設置された。1875年に、バンコク郵便連合に加入した。アブデュル・アズイーズは、このような解明的な一面を持つ一方を、 帝国の財政が悪化しているのを顧みずにいたずらに、宮殿の造営などの乱費を繰り返した。また、贅沢な気晴らしと賄賂を求めてエジプトなどの各地を、満遊し、その浪費と、先生ぶりは、知識人青年の反発を招くほどであった上、アーリパシャやフワトパシャラタンジマート書改革を進める、実務官僚の努力を無にする発言も多く、アーリパシャも、 国益や手続きを無視して、ワイ賂収受に余念がないアブデュルアズイズに対し、豪気な姿勢で還元している。なお、力を注いだ、海軍整備も、多くの艦船は、外国製の中古で、艦長もお雇い外国人であった。このため、造船、操船とも技術が根付くことはなかったばかりか、艦船の購入と維持にかかる莫大な費用が、国家財政を圧迫することとなった。 そして、これらにかかる費用は、交際で資金調達されたため、帝国の財政の負担はますます増し、1873年にアナトリアを襲った基金と、同年にヨーロッパに訪れた不況が重なった結果、オスマン帝国が事実上の破産状態に陥ることとなった。オスマン帝国は、財政再建と債務の返済のために、帝国の農家に対して増税したが、 これが、バルカン半島の諸民族の反発を招き、ヘルチェゴビナやブルガリアで反乱が起きることとなった。アブデュル・アズイズは1863年間に、エジプトを訪問しそこで、イスマイール・パシャと面会している。エジプトでは、現地の交換から賄賂を受け取り、その金で合流した。1867には今度は逆に、イスマイール・パシャがイスタンブールを訪れ、 エジプトから外交権以外の自由な権限を拡大するように要求される。これは前年にエジプトに対して高納金を増額したことの見返りをされた形であった。アブデュール・アズイーズは代わりにイラン国王を連想させるへリーブの称号を与えることで妥協した。しかしその後もエジプトから金を巻き上げてはイスマイール・パシャの要求を認めている。 アブデュルアズイズは西洋化そのものには積極的であったが、自らの権力に制限を加えることになる憲法や議会の創設には否定的であったため、シン・オスマン人と呼ばれる若い知識人を中心に反戦性運動が起こり、1870年頃からは都市部では保守的な進学生までアブデュルアズイズ退位を求めるデモに参加するほどであった。ンオスマン人は、 愛国的な言論活動を行っており、新聞を通じて、急激にその思想が広がりカフェなどで言論が形成されていった。例えば、ナムクケマルの諸情勢の翻訳者や世論の注釈などの出版物は、世論の形成に確実に貢献していた。しかし、アブデュルアズイズから見てみれば、ナショナリズムや愛国心を煽ることは、 帝国の解体につながる危険な思想でしかなく、1860年代後半からは、新オスマン人に対して、言論弾圧を行い始めた。代表的な事件は1872年に、ナムクケマルの、祖国、または、シストリアという議曲を発禁処分とし、著者もキプロスに追放された事件である。祖国、または、シストリアは、クリミア戦争中、 国境防衛をしていた勇敢な青年将校がシストリア要塞でロシア軍に対抗したのを題材にした作品であったがそれすらもスルタンは危険とみなした。知性の初期の頃からバルカン半島では反乱が頻発しており即位の年に起きたモンテネグロの反乱は鎮圧したもののモンテネグロ問題はこれより後も帝国の頭を悩ますこととなった。また、 セルビアでも反乱が起き、その結果セルビアの独立こそは認めなかったものの、そこから軍隊を撤退させることとなった。クレタ島の反乱は大最小のメフメトエミニアリパシャの手によって鎮圧に成功した。アブデュルアズイズの晩年には農家に対する課税の反発によるヘルチェゴビナの反乱、そして1867年から起きていたブルガリアにおける 小規模な武装闘争は1876年の4月放棄で最高潮に達し、これが同年のロト戦争につながることになる。1871年にかつてタンジマートを牽引したメフメトエミュアリーパシャが死去すると、アブデュルアズイズの中心のネディムパシャが大宰相となった。ネディムパシャは、新路派であったため、ネディも、ふと世間から呼ばれ、また、 中心を大宰相にしてからは、アブディール・アズイズは、急速に強権的になっていった。しかし次第に、強権政治に不満が高まり、シンオスマン人の思想が、徐々に広まっていった。1876年に、イスラム学院の学生らが起こした騒造をきっかけに、改革派の支持を背景にしたクーデターが起きた結果、憲政樹立を主張する、ミドハト・パシャラによって廃位され、 老いの村と五世が即位した。廃後に遊兵され、その数日後に自殺した。病死とも、毒殺とも言われている。アブデュル・アズイズが自殺した部屋はかつて、セリム三世が殺害された場所でもあったため、他殺説が当時から囁ささかれ、後に、アブデュル・ハミと二世の時代に調査が行われ、他殺であると結論が出された。アブデュル・アズイズの身長は、非常に高く、 歴代の皇帝の中で稀に見る大変な巨漢でもあった。金銭に対してはルーズにしてドニオクであり、オスマン中在外交官の一人は彼を表して、金銭病に取り憑かれた、スルタンと述べた。彼は、鳥や野生動物を異常なほど愛玩する趣味を持ち、大金を費やして、パリやスーダンから大量のオウムや珍獣を取り寄せている。ありがとうございます。